モンタギュー・ローズ・ジェームズは、イギリスの小説家。日本では、ファーストネームとミドルネームは MR、M.R. ジェームズと略されることが多く、ミドルネームは、ロードと読むこともある。古文書学者としての余暇に書いた回帰小説で人気を、博した。アルジャーノン・ブラックウッド、アーサー・マッケンと共に、近代イギリス回帰小説の三巨匠と称される。ケント州の牧師の家に生まれ、 サフォーク州ベリーセントエドマンズ近くのリバームアの牧師館で育つ。ケンブリッジ大学を卒業し、古文書学者、聖書学者として名声を得て、フィッツ・ウィリアム博物館長、ケンブリッジ大学博物館長を務める。1905年にキングス・カレッジで教鞭をとり、イーストン校の学長を経て、1913年にケンブリッジ大学の副総長となった。 小説家としては1893年にケンブリッジでの騒ぎ会で朗読された自作のアルベリックの天蔵帳が評判となり、1895年にナショナルレビュー誌に発表されたことでデビューを果たした。以後、学内誌や学術誌に作品が掲載されるようになり、1904年に会期小説集、考古家の怪談集を出版。晩年に、 メリット勲章を授与された。愛称はモンティ。生涯独身で過ごしたが、広告家の怪談集の差し絵を描いた友人、ジェームズ・マクブライドの没後は、その未亡人と維持を庇護した。学者としての多数の著述に加えて、短編回帰小説31作と、長編童話1作を書いた。で、ファニュの短編集を編集して、再評価のきっかけを作ったほか、 ハンス・クリス・チャー・アンデルセンの英訳もある。エリザベス・ギャスケルや、ジョージ・マクドナルド、エル・シャトリアン、ドロシー・エル・セイヤーズの作品を好んだという。ピアノ演奏をよくし、モーツァルトやハイドンの曲を弾いた。作風は伝統的なテーマ、形式の階段を巧妙に語るもので、長く人気を保っている。考古学部文書や歴史的遺物、史跡を調べたり、 入手したりして会員に巻き込まれる話が多い。自らの作風を19世紀的であり、20世紀的ではないと評している。古風であるがゆえに安定した人気があり、英米では作品集が常に番を重ねた。笛吹きかば現れんの差し絵。ありがとうございます。